メイフラワー製薬への署名、エドワード・パーシー・モランが、プリマス博物館に刑事メイフラワー製薬、ブラッド・フォードによる写しメイフラワー製薬とは、メイフラワー号で、北、アメリカに渡った、ピルグリム・ファーザーズが、プリマス植民地で作成し、後のアメリカ連邦制の基礎の一つとなった文書。1620年11月20日、 乗船客100人以上のうち41人によって署名された。メイフラワー名約もしくはメイフラワー契約とも言われる。メイフラワー号に乗っていた植民者のほぼ半分は、イングランド国教会の意思ではなく、独自の決断に従って、キリスト教信仰の自由を求める新教徒のうちの分離派だった。当初、ロンドンのバージニア会社の出資により、 イギリス王室から直虚された土地であるハドソン川河口を目指していた。しかし天候によりそれよりははるか北にある現在のマサチューセッツ州に上陸する決断がなされた。このことは違法人の中からバージニア会社の同意された領土に開拓地が作られるのではないので自分たちの自由を行使するゆえに誰も指揮する権限を持たない。 という声を上げさせることになった。これを防ぐために、ピルグリムたちは一つの政府を樹立することにした。メイフラワー号の乗船客は1620年11月に、プリマスで上陸した。開拓者たちは、メイフラワー号が出港した、イングランドのデボン州にある主要港にちなんで、その開拓地を、プリマスと名付けた。 メイフラワー制約は同時に多数決主義モデルに基づいており、開拓者たちの国王に対する忠誠に基づいていた。基本的に開拓者たちが生き残るために、制約の規則と規定に従うことに同意する社会契約となった。署名は、ケープコッドに近い現在のプロビンスタウン港で行われた。メイフラワー制約の原稿は失われたが、 エドワード・ウィンスローの書いた、モートの関係とウィリアム・ブラッドフォードの日誌、プリマス・プランテーションについてにある写しは一致しており、正確なものと認められた。ブラッドフォードの手書き原稿は、マサチューセッツ州図書館の特別貯蔵書に保管されている。ブラッドフォードの写しは次のようになっている。内容には、契約進学の影響がある。神の名において、アーメン。 下に署名した我々はグレートブリテン、フランス及びアイルランドの神、国王、信仰の守護者、等々の恩寵によって、崇敬する君主である国王ジェームズ一世、ジェームズの忠実な親民である。神の栄光とキリスト教信仰の信仰及び、国王と国の名誉のために、バージニアの北部に最初の植民地を建設するために航海を企て、 開拓地のより良き秩序と維持、及び前述の目的の促進のために、神と互いの者のの前において、厳粛にかつ互いに契約を交わし、我々、自らを政治的な市民団体に結合することにした。これを制定することにより、時々に植民地の全体的善に最もよく合致し、都合の良いと考えられるように、公正で平等な法、条例、法、 憲法や役職を作り、それらに対して我々は当然の服従と従順を約束する。君主にして、国王、ジェームズのイングランド、フランス、アイルランドの11年目、スコットランドの54年目の統治年11月11日、ケープコットで我々の名前をここに書することを確かめる。聖歴1620年、署名した41人の乗船客の書きリストは、 ブラッドフォードの老い、ナサニエル・モートンが1669年に表したニューイングランドの記念に記されている。この情報に関して当初の記録は残っていない。トマス・プリンスの1736年の著書、年譜形態によるニューイングランドの時間軸歴史では同じリストが同じ順番で載っているが、いくつかの修正が行われている。プリンスは ブラッドフォード知事のフォリオ原稿の最後にあるリストに見つけた10人の名前にミスターを補った。ブラッドフォードの名前にミスターがないのはブラッドフォードの健常によるものと考えた。またスタンディッシュにはキャプテンを付加した。5人の名前にはスペルを修正した。ありがとうございます。